はい、皆さんこんにちは、ワンネルベルビージです。では今回はパワープロ2020栄冠ライン続きをプレイしていきたいと思います。時間進めて新入生を迎えて、これから夏の予選大会に入っていくというところになります。エース遠征プロの高津ですね。球速153キロまで持ってきました。シンカーと高速シンカー、それにスローカーブが持ち玉になっています。あとはですね、4番の下川パワー A、 パワーヒッター持ちですね。で、3番の神野、足を A、 もうすぐ S まで持ってきました。盗塁がね、決して上手ではないので、積極的に盗塁を狙っていくっていうことはないかなとは思います。で、2番に1年生の吉井美、まあ、全体的にバランスよく能力高いので入れています。あとはですね、真中、ヤクルトの真中がですね、転生 OB で入ってきてくれています。こんなところですかね。はい、ではこれで予選大会入っていきましょう。今回こそね、なんとか甲子園出場、これを果たしたいですね。はい、では夏の県大会予選1回戦目です。市原南高校。市原に高校ってね、どんくらいあるのかわからないですが、あんまり聞いたことはない名前の高校ですね。さあ、福留、ここは先制点を取りに行きます。さあ、6回の裏ですね、4点リードの場面です。ワンアウトランナーが二塁、二塁には足の遅い大道なので、ここは送りバントでランナーを進めておきます。ダメ押しのね、もう1点を取りに行きましょう。さあ、持ち前の強心臓が、まあ、5点あればね、一応リードとしてはセーフティーかなとは思うんで、5点目をねしっかり取りに行きたいと思います。バッターは3。で、8番の桑野、ここも使っていきましょう。どんどん、これは少し詰まった当たりですね。4点リードで後半に入っていきます。前回炎上している高津なんですが、ノーアウトランナー二塁一塁、8回の表のピンチの場面ですね。変化球中心、ゲッツーシフト、緩急重視でいきましょう。ストレートも153キロ出るようになっているので、マックス、ここはシンカーとスローカーブうまくね組み合わせてもらえればいいかなと思います。ここもゲッツーシフト、まあ、1点2点は取られてもいい場面なので、どちらかというとね、大量失点、前回のような炎上ということがないように気を使っていきます。さあ、2アウトまで来ました。高津からリリーフを与田に変わっています。まあ、経験をね積ませておきましょう。4点リードなので、ここは石垣が取ってファースト大道へ、これで初戦突破。鬼門はね、次の2回戦目なんですよね。2回戦目突破できないというのが続いているので、2回戦目突破できるようにしっかりコンディション、整えていきましょう。まあ、幸い上2つ同日と緑の枠、体力回復のマスがあるので、ここを踏んで体力回復していきます。では鬼門の2回戦目、これをプレイしていきます。今回の注目選手は神野ですね。まあ、守ってよし、投げてよし、打ってよしという神野なので、ここは、おー、しかも魔物持ってるな。ちょっと魔物はねまだ後半まで取っておきましょう。本当に危ない時に発動したい。さあ、1点リード、ノーアウトランナー三塁一塁のピンチ、ここどうしのぐかですね。ここで大量失点ってことになると厳しくなるので、まあ、1点はしょうがないと割り切って、持ってかれる、切れてくれ、大丈夫だね。1点はしょうがないっていうね、割り切りでいきましょう。それにしたってノーアウト満塁か、持ってかれた。まずは同点だ、これを浴びてしまったな。高津はね、前回の炎上があるので、まあ、そういう意味だと、そう、なんていうのかな、怖さがありますよね。三振が欲しいな、これは入ってくるね。逆転、柏川、相手ピッチャーは柏。低めのボール、ここも点入る、大丈夫だね。よし、
アウト。最少失点というわけにはいかなかったですが、まあ、2点止まりで抑えたい。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では攻撃に入っていきましょう。神野ツーアウトランナー一塁、ここはホームラン狙っていこう。これはどうだ、入るんじゃないか、入らないか、伸びがちょっとなかったですね。で4番の下川、こここそホームラン狙いだな。下川はパワー A あります。盗塁させて、最後は見逃し三振か。ヒットエンドランにするべきだったな。でノーアウトランナー二塁一塁、また高津がピンチか。インフィールドフライになりました。取りました。これでワンナ。初球から危ない。これも内角は攻められないな。外角中心でいきましょう。低め中心だな。打ちました。二塁ランナー三塁へ。ファー。フォアボール。バッターは1年。高津のコントロールは D ですね。D。なので決して良くもないんですよ。これゲッツーだ。二塁フォースアウト。よし。まあ守備はあまり鍛えてないので不安はありますけどね。さあ一番福留。福留は前回ホームランってます、ね、打率は9割5分か。一塁もアウト。一塁アウトか。これちょっと恐れている2回戦敗退というのがまた出てきてしまうので、ここは0点で抑えたいな。赤川にピッチャー変わってるね。持ってかれた。3点目が入ります。1点入りました。3対1。柳瀬タイムリーヒット。バッターは2年生アナダ。さあここはここで切りましょう。しっかり打ちました。打球は左中間に上がった。これはヒットになります。レフト前ヒット。アナダナイスバッティングです。ちょっと伝令を使いましょう。よし、決だ。バー。守備をものすごく上げた直後にこれだからな。まあ、守備をねあまり、鍛えてこなかったので選手はあまり攻められないですけど、今の重要なポイントだったんですけどね。まあ、ただまだ魔物を温存してるので、魔物を使ってね3点だったらひっくり返せるかなと思います。さあ魔物を使う。さあ地方球場の魔物すら味方につけるのか。初球を打ちました。よし、これはセーフになる。拾い直した。あっと送球それた。記録はヒットになりました。まあ今のおそらく神野の足だったら、はい、魔物がなくてもセーフになったかなとは思います。コロレ。よしよしよし。ボールは中継。下川。ノーアウトランナー二塁一塁で大道。さあ持ち前の癖者ぶりを発揮するのか。二塁タッチセーフ。神野の足はね警戒しますよね当然。流し打ち取りました。まあこれはしょうがないかな。石垣、転がしましょう。まずはこの回転取れないとかなり厳しくなりますからね。よし、これだよね魔物の怖さ。とにかく魔物は転がす。さあ持ち前の気迫で相手を威圧して。よし、これは綺麗なセンター前ですね。さらに魔物のおかげで同点。これなら勝てそうだ。
はい、ビッグイニング、魔物を使ったビッグイニングで9対4と逆転してます。2回戦突破できそうですね。魔物の威力はね、本当にやっぱりすごいですね。転がしとけば大概なんとかなるっていうね。最後は神野がツーランを放って9点目取ってくれたという展開ですが、がだ、ノーアウトランナーが二塁一塁、まずはワンアウト取ろう。転がった。まあ当たりが良かったからしょうがないかな。さあノーアウト満塁、ここを抑えないと鬼門の2回戦突破がない。なかなかこの2回戦突破できずに来てるんでね、これは抜けるかな。さあ困ったね。とりあえず伝令使って緩急で攻めましょう。よし、まずはワンダウン。この点差があるんでね、落ち着いていきましょう。よし、これは最後はホームゲッツ。いやー、やっと2回戦突破だな。夏の県大会予選大会で2回戦突破するのは初めてですね。神野の足も S91 まで来ましたね。では次3回戦目入っていきます。はい、では3回戦目になります。今回も神野がね、注目選手、魔物持ちの神野が注目選手になっているので、このチャンスを逃さず確実に勝っていきましょう。これは入るんじゃないか、入らないか、もう一伸びなかったですね。2点リード、もう1点欲しいかな。神野の足なら1塁がセーフで、大道か、くせ者を使ってもう1点取りに行きましょう。うーん、それた、 OKOKOK、 こういうところでね、点を地道に積み重ねていきましょう。さあ8回の表、6点リードと点差を広げています。3回戦突破もなんとかなりそうかな。このままいけば達成できるかなっていうところですね。神野が走った、セーフ。熱血を使って下川もね、ちょっとそろそろホームラン欲しいですよね。これは流し打ち、うまい。ツーアウトランナー三塁一塁。ダメ押しのさらにダメ押し点が欲しい場面なんで、手を緩めず攻めていきます。これはボテボテの当たりだね。では9回の裏です。10点とリードを広げました。あの後ですね、桑野と、もう一人1年生吉見にホームランが出ています。これで10対0と点差を広げて、高津は休ませてリリーフ陣に任せます。まあ、10点あると本当に安心だね。5点とかだとね、まあ、セーフティーリードの口では言いつつも炎上した場合持ってかれる可能性のある点差ですからね。まあ、10点はさすがに大丈夫かなということですね。はい、最後1点取られましたが10対1と勝利して3回戦突破です。甲子園まで5回ぐらい戦わなきゃいけない。いや、6回だね。少なくとも見えてるだけであと3回戦わなきゃいけないので、残り3回突破できれば、初の夏の甲子園出場。はい。ここに来てですね、4回戦目です。総合戦力 B、調子との戦いになります。総合戦力 B ってなるとね、我々よりも少し格上かなっていう感じはするんですけど、まあ、勝てない相手ではないと思うんで、先制点を取って逃げ切りっていうね、ところでいきたいです。まずは先制点取ってくれてる。4番の下川。
パワー A、パワー引き保ち。ここは引っ張ってもらおう。よし、これはレフト前ヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。大道は小技ができるんで、くせ者使ってスクイズ、初球スクイズ。よし、さらに送球それてノーアウトランナー二塁一塁。で、6番の石垣くんですね。これは入るぞ。フェンス最上段でしたね。もうあと10センチ高かったらホームランかな。さあデッドボール。ここはスクイズを決める。うまいねこのスクイズも。そして9番の高津、ここもまたスクイズ、連続スクイズ。これで5点。強豪調子に対して5点。これはいい当たりでしたけど正面でしたね。よし、序盤で5点のリードは嬉しいな。もう2点3点取ってセーフティーに持っていきましょう。よし、スクイズしまくりだろうって話ありますけど、まあスモールベースボールですよね。さあ石垣くん、パワー B。 この回スクイズで1点追加して6対1、点差5点ですね。高津地方球場の魔物持ってるな。もうここは早々に発動しちゃいましょう。ではここからはもう魔物の効果で一方的な回になると思いますので、時間を進めていきます。はい、魔物を使ってコールド勝ちです。福留くんの満塁ホームランも効きましたね。強豪銚子高校相手にコールド勝ち。福留がしかも合格打法になったのか。いや、チームとしてもだいぶ成長してるね。はい、では準決勝です。あと2つ、勝てばだいぶ時間がかかりましたけど、初の甲子園、しかも夏の甲子園出場がかかってますからね。今回の注目選手は4番下川。まずは戦力分析見ましょう。総合戦力 D、 もう九十九里高校、これだったら勝てるかもしれない。こういう油断発言をしてるとね、過去何度も2回戦で敗れるっていう失態をしてるんでね、ここは油断せずにいきましょう。一塁ランナーは下川だな。まあ、ただここは、神野ですね。ただここは下川4番なんで打たせていきましょう。ここのところ下川もね、大きいのが出てないんで、ホームラン級の当たりがね。ノーアウトランナーが二塁一塁ですね。ここは福は何を送りバント。で、高津にはスクイズ、初球スクイズ。よし、フィルダースチョイスだね。タイミング的にはアウトでしたけど、ピッチャーが慌ててくれたおかげで送球が乱れて勝ち越し点です。福留はこう犠牲フライでいこう。バトバトの当たり、ただこれは一塁セーフ。よーし、2点リード。まあ、ただ安心するんだったらもうちょっと欲しいので、ここはもう魔物を使いましょう。ツーアウトですけど、だ魔物の効果がほぼ生かされることなく終わってしまった。こういう時にね、危ないんですよね。ちょっとこの回ワンアウトランナー二塁っていうピンチですけど、確実に0点にして2点っていうリードを守っていきたいですね。緩急重視。これはフォロールなよ。よし、
さあ下川久しぶりのホームラン、これは大きい。まあ、毎回言ってますけど5点のリードはやっぱ欲しいんですよね。さあここからね5点のリードを目指して点を取っていきましょう。さあ今日下川っていうあたりですね。下川もここに来て調子を上げてきてくれてるな。でくせ者の大道、これは入ったな。いや、あそこまでね大道で飛ばしてくれると気持ちいいですね。さあ4番下川です。8対2と6点リードの場面、これも大きい当たりだ。入るか、これも最上段。下川覚醒したな。これで7点コールド勝ち。いや気持ちよく来てますね。あとは決勝のみ。決勝でね気持ちよく勝って甲子園初出場といきたいですね。さあでは決勝です。進路相談で神野くんの信頼度すごく上げておいたので、今回もね神野が活躍してくれるんじゃないかなと期待はしています。まず戦力分析見ましょう。八千代商業っていうね実際の高校は千葉県にあんのかな。八千代高校はあったかなと思うんですけど、総合戦力 B、 投手力、守備力、機動力、最高評価ですね。これは先制点を取って逃げ切りパターンでいかないと厳しいかな。これはボテボテの当たりですね。まずは点をね先に取るってい うところを目指していきましょう。最後は見逃し三振。宮城君もここはセカンドゴロ、チャンス生かせずですね。で1番の福留君だな。これは抜けてくれ、よし。2番は1年生の吉見なんですが、ここはスクイーズを使おう。よし決まった。そして3番の神野、いや魔物はまだ使うのが早いな。このあとまだまだピンチが来ると思うんで、その時のために取っておきましょう。1対1同点に追いつかれてます。ここは同点で止めておきたい。高津が踏ん張れるか。よし最後はシンカーで空振り三振で高津か。ここはまあ送りバントかな。さあここで1番のね福留くんっていうところになってきます。うわ三球三振でやられた。だいや丸山くんもね結構強い投手ですよね。これ見てると防御力、防御率とか見てるとね。で5番の大道、ワンアウトランナーが二塁一塁、流し打ち持ってるんでね大道は。ここはボテボテの当たり、ゲッツー取られるのかこれで。いや八千代商業強いわ。ノーアウトランナーが一塁で1点取られてますね。ここはなんとかしないといけないな。1点差でいきたいですよね。1点差で
電で使います。電で使ってもね、電で使った直後にエラーしたケースもあるんで、なんとも言えないですけど、まずはワンアウト。6番大野くんは2割8分3厘、ホームラン1本、打点5、2年生。よし、最後は見逃し三振。そして7番、持ってかれた、持ってかれたぞ、浜谷に。スリーランか。いや、スリーランか。神のまで遠いぞ。遠すぎる、神のまでが。宮城君、もう使っていくしかないからな。まあ、これも打ち上げてる。いや、本当だよ。9回の表ツーアウトランナーなし。まずはランナー出てくんないと。頼む、出てくれ。あ、最後はスローボール。いやー、ダメだったか。浜谷にスリーラン打たれたのが痛いですよね。いや、言葉が出ない。天聖プロの投手3年連続入ってきてくれたこの最後の年だったんですけどね。残念ですね。とても残念ですが、しょうがないな。というわけで、今回はね、ここまでさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。